それでは四書記の学び、公開メッセージの第14回目になります。四書記の13章、全体進みますけれども長いのでお読みするところはこの最初から1節から5節までお読みしまして、その後飛びます。四書記13章1節から、イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったので、主は彼らを40年間ペリシテ人の手に渡された。その名をマノアという一人の男がいた。彼はダンの氏族に属し、ツルアの出身であった。彼の妻は不妊の女で子産んだことがなかった。主の御使いが彼女に現れていった。あなたは不妊の女で子を産んだことがない。だが身ごもって男の子を産むであろう。今後ぶどう酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものを一切食べないように気をつけよ。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は体内にいる時からなじる人として神に捧げられているので、その子の頭にカミソリを当ててはならない。彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となるとなろう。飛びます。17節に飛びます。17節、そこでマノアは主の御使いに、お名前は何とおっしゃいますか、お言葉の通りになりましたならあなたをおもてなししたいのですと言った。主の御使いは、なぜ私の名を尋ねるのか、それは不思議というと答えた。マノアは小焼きと穀物の捧げ物を携え、岩の上に登って主不思議なことをなさる方に捧げようとした。マノアとその妻は見ていた。すると祭壇から炎が天に昇るとき、主の御使いもその祭壇の炎と共に昇っていった。マノアとその妻はそれを見てふれふして顔を地につけた。主の御使いは再びマノアとその妻に現れることがなかった。マノアはその時この方が主の御使いだったことを知った。マノアは妻に、私たちは神を見てしまったから死なねばなるまいと言った。だが妻は、もし主が私たちを死なせようとお望みなら、私たちの手から焼き尽くす捧げ物と穀物の捧げ物をお受け取りにならなかったはずです。このようなことを一切お見せにならず、今こうしてことをお告げにもならなかったはずですと答えた。この女は男の子を産み、その名をサムソンと名付けた。子は成長し、主はその子を祝福された。主の霊が彼を奮い立たせ始めたのは、彼がツアルとエシタオルの間にあるマハネダンにいた時のことであった。アーメン。お祈りします。神様、獅子たちを通し自分たちの姿を知らされております。今日からサムソンのところに入っていきます。全く矛盾した人物でありますけれども、また私たちの姿です。しかし神様の恵みはここに豊かに豊かに表されます。どうぞしよう、矛盾した私たちでありますけれども、あなたは私たちにご自分の恵みを表してくださいます。今日も御言葉を通して教えてください。主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、不思議なるお方ということでお話をします。前回エフタのことを12章から話しました。エフタ、弱さを性別せよという副題をつけてお話をしました。エフタは本当にこの何でしょうか、劣等感とか、あるいは疎外感とか、そういったものから自分自身の人生を始めなければなりませんでした。ですから彼がイスラエルの大将として戦ってくださいと言われた時、彼の自尊心は本当に天に舞い上がるほどでした。彼は戦いに際して約束しました。主よ、これに勝利を与えてください。勝利を与えてくださるならば、私が帰った時に私を最初に出迎えるものをあなたに捧げましょうとまで言ってしまいました。なぜでしょうか。
というか彼は勝ちたかったんです。なぜ勝ちたかったのか、自分を認めてほしかったんですね。彼はここのところをないがしろにしたまんまこのやってしまった。そしてそれは私たち内側にも常に起こるものです。どうか弱さ、これは罪ではありません。しかし弱さを放っておくと弱さは罪に変換してきます。どうか気がついた時、気がついた時、私たちは主に捧げて性別していただくということ、このことを心がけていかなきゃなりません。今日はサムソンに入ります。サムソンはこのエフタとは全く違った出生でした。エフタは娼婦の子でした。本妻の子供が生まれた時、いつも邪険され、いらないいらないと言われてきました。でもサムソンは生まれる前からというよりも生まれる可能性全くなかったんです。両親に対して神様がある時語りました。あなたに男の子が生まれるという約束でした。しかもこの夫婦は本当に子供が何十年経ってもいなかったんです。アブラハムが100歳で子供を産んだように、そのように全く不可能な状況でありました。でもそこに神様が来て、この今読んだところのことを語っていきます。状況はペリシテ人に40年間イスラエルが支配されている最中でした。この獅子の時代になりますと、イスラエルの海沿いにペリシテ人が入ってきました。彼らは海洋民族なんです。ですからあちらこちら貿易をするんですね。ですから彼らは最新のものを持ってました。やがて彼らは鉄っていうのを持って専売特許にし、ダビデが出てくる頃にはですね、この完全に収めているっていう状況までずっとなっていたこの時代でした。誰も打ち勝つことができなかったんです。40年という年月は完全さを表します。人間の絶望の完全さ、不可能の完全さを表します。その時に神様がこのイスラエルを救おうとして立てたのはサムソンでありました。怪力サムソン、彼は一人でですね、何十人もやっつけたり、ある骨を持って敵をやっつけたり、最後にはですね、ペリシテ人を滅ぼしてしまったっていう、そのようにして見る時に、これは非常に爽快であり痛快なんですけれども、しかしこのサムソンの記事をずっとずっと読んでいくと、爽快どころか非常に不快な人物ですね。三段論法でこの勝利をしたというんじゃなくて、もう10段も15段も不快なことが続いていく、こういった人物です。しかし神様はこの人をも用いてご自分の御心を遂げようとしていく、そのようなこのことですから、まさにこれは不思議なるお方がここに登場してくるんです。これこそ神様ご自身のことです。さて、神様を表現するのに、今言いましたようにさまざまな表現があります。この光に例えても素晴らしい形容詞です。水に例えても素晴らしい形容詞です。滞納とか言葉でもいろいろありますけれども、不思議っていうのもやはり神様を例えるのにとてもふさわしいこの言葉だと思います。妻のマナの妻は神様の語りかけを聞きました。そしてその語りかけは、このまずマノアとその奥さんに対して語られました。それはこうでした。あなたはなじる人になりなさいということだったんです。あなたたちはなじる人になれと言いました。なじる人って何でしょうか。それは申命記の民数記の6章に書かれてあります。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。男であれ女であれ、特別の誓願を立て主に献身してナジル人となるならば、ブドウ酒も濃い酒も断ち、ブドウ酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、ブドウ液は一切飲んではならないって始まって、さらに5節にはナジル人の誓願期間中に頭にカミソリを当ててはならない、さらに死体に近づいてはならない、たとえ父母
兄弟姉妹が死んだとしても彼に触れてはならない、すなわち献身なんだということを、神に献身した印がその紙にあるからであると言って、神様にあなたは献身しなさいという言葉がまずこの両親に与えられたんです。両親はどのような生活をしていたのか、多分この両親は信仰深い生活をしていたと思いますけれども、しかし、まあ、献身することなんていうのは祭司さんがすることであって、このレビ人がすることであってと思っていたかもしれません。しかしこの私たちはダンの種族だからですね、そこまでしなくてもいいじゃないかっていうのは思い持ってたに違いありません。でもこの二人に言ったんです。あなたはナジル人となりなさい。それは意味はブドウ酒や強い飲み物を飲まず、汚れたものを食べてはならない。それから子供が生まれたら頭に髪のこのカミソリを当ててはならないとか、そういったふうな言葉が来たっていうことでありました。マノア、彼は休みとか憩いっていうですね、名前なんだそうですね。彼は疲れていたのかもしれません。自分たちの希望のなさ中に閉じ込められておりました。でも突然として神様の声が聞こえてきていきました。そしてこの神様の声はこうだったんですね。あなたは清い生活をしなさい。清い生活をしたらあなたに男の子を与えましょう。ではないんですね。ではないんです。ここで私たちが注意しなきゃならないことがあります。私たちはホーリネス、ホーリネス、ホーリネスと言われます。ホーリネスという意味は何ですか？私は勘違いするんですね。清くなったら神様の恵みをいただける、清くなったら生活をしたらもっと神様の力をいただけると思ってしまうことです。それはもしかしたらそれも付属するかもしれません。でもホーリネスの最大の意味は私はこう思います。神が与えた恵みを守るためなんです。それを守るためにホーリネスが必要なんです。マノアたちがなぜナジル人、ホーリネスの生活をしなきゃならないのか。彼らに男の子っていう神様の恵みが与えられるからなのです。その子を彼らが本当に十分に十分に恵みとして育てるために彼らが必要だ、彼らのホーリネスが必要なのです。だから新たなる何かをいただくためではなくて、もうすでに私たちは神様の恵みをいっぱいいただいているんです。しかしそれがホーリネス、ナジル人の生活がないとそれを失っていってしまうのです。この両親に対しては、私はお前たちに恵みを与える、イスラエルを救う男の子を与える、だからお前たちはこの濃い酒を飲んではいけない、汚れたものを食べてはならない、死人に触れてはならない、生まれた子にはこの髪の毛を剃ってはならない、もちろん彼ら自身ももう髪の髪剃りは当てないわけですね。こういうふうにして育てていきなさいよと語りました。もう少しナジル人であるということを見ていくこといたしましょう。まずこの命令、この言葉がこの奥さんの方に与えられて、奥さんの方がですね、この夫の方に話しました。だ夫はですね、そうか、その人と私も会いたいっていうな思いを持ったもんですから、神様が夫の方にも会ってくださったっていうことが、その後先ほど読んだ五節の後の方にずっと書かれてあります。そして彼らはですね、そこでいて反祭を捧げていくんです。反祭というのは献身の捧げ物なんですね。これを捧げていこうとしたら、その御使いがですね、いやいや、反祭は主にのみ捧げなさいと言うんです。その時には人間の体を取ってたんですね。この、まあ、天使なのか人間の体を取ってたもんですから、この人間と思ってたに違いません。でも彼らがですね、このあなたの名前なんて言うんですか、聞かせてくださいって言ったら、不思議と言いました。まさに不思議だったんです。
そしてこれからサムソンの出来事を見ていくと、本当に神様は不思議だってことがいよいよ分かってきます。そして彼らは不思議っていう方にですね、この反省を下げたら、そしたら燃え尽く火がそこに下ってきて、それと共に天使だったものは昇ってきましたから、これは明らかに神という信じて理解しても間違いないところなんですね。神様が人の姿をとった。最初は天使のように振る舞っていた。でも本質は神様ご自身が彼らに出会って、そしてこの恵みを与えてくださったのです。実に私たちに対する恵みも、皆さん誰かを通してじゃないですよ。牧師を通してだとか、あの人を通してじゃないですよ。神様ご自身ですよ。神様ご自身が皆さんに会って、その恵みを与えてくださるんです。それ以上に皆さんに与えてくださる恵みとは、神ご自身そのお方なんです。あのことこのことじゃないんです。神ご自身その方、イエス・キリストご自身なのです。さて、なぜこの恵みっていうのをとどめるために、私たちはナジル人の生活をしなければならないんでしょうか。ブドウ酒から取ったもの、あらゆる汚れたもの、ブドウ酒、これは私たちを酔わせますね。新約聖書の中に、酒によってはならない、聖霊に満たされよとありました。そうです、私たちは何かに支配されない、満たされるっていう言葉は支配されるっていう言葉、酔うっていうことも支配されるっていうことなんですね。私も高校時代はすっごく酒飲んでたんですね。ですからある時飲んでですね、帰る時ですね、本当にグラッとこの速攻に落ちたんですよ、あのコンクリートの。そうしてですね、ここベローっと顔をつけたんです。痛かったですね。まあそんなこともあったりして、この酔うっていうことは支配されるっていうことなんですね。酒っていうのはまさにこの世の代名詞です。これに私たちはですね、支配されていってしまう。これは本当にこの危険なことです。酒ではなくして聖霊に支配されなさい、満たされなさいとおっしゃってくださいました。またこの汚れたもの、これを食べるな。今現代における汚れた一番の最たるものは何でしょうか。皆さん、賞味期限が切れたフードでしょうか。ではないですね。私は思いますね、スマホとかあのインターネットパソコンじゃないかなと思うんですね。本当に私もそちらに行ってしまいますね。なんかこうやってですね、一息つくと、ああちょっとね、ちょっとなんて覗くとです、もう30分40分そこで過ごしてしまいますね。まあ確かに あのあんまり変なものは見ないんですけれども、ニュースだとかですね、そこに入っててですね、中国の経済はどうかとか、あそこの経済はどう、アメリカの自動車の販売台数は今年はどうだったとかですね、私はそういったことにすごく関心があるもんですから、政治経済の分野に入っててしまって時間を潰します。汚れたもの、これは本当に危険だと思いますね。私は我が家にテレビを置きませんでした。それは良かったと子供たちが言います。子供たち結婚して子供を産んでますけれども、テレビを置いている家は一軒もないんですね。あるいはゲームも私はこの子供たちに禁じてきましたので、子供たちもまたゲームは子供たち一切与える必要はないと考えているようであります。まあそのようにして、このそういったもの、やはりこれはある面でとても私の魂を汚していく、神様から与えられた恵みっていうのをですね、この働けなくしてしまう、恵みを閉じ込めてしまうものとして多くこの現代あるということを気をつけなきゃなりません。次にこの死人に近づくなってありますね。あ、葬式に出ちゃいけないのかっていうこと、現代においてはそうではないと思います。そうでなくて、死人っていうのは、これは神様の命のないものです。そして近づくっていうことをもっとするならば、死人と一つとなってはならないっていうふうにしたらもっといいかもしれませんね。そのようにして、この遊女と一体なるものは、第一コリントの6章の16節に、娼婦と交われば、その女と一つの体となる。二人は一体となると言いました。すなわち一つ
命になってしまうということなんです。ですから私たちが関わっていくときに、本当にこの命のない反対する者たち、その者たちとですね、この一つとなっていくと、関わっていく、触れていくということはとても気をつけなきゃいけないんです。触れてはならないということじゃなくて、皆さんの心を性別してそれを守っていかないと、許してはならないんですね。でも相手に福音を伝えるために関わるという愛の技は必要でありますけれども、そこのところをわきまえていかないと、私たちの得たこの祝福っていうのを失ってしまいます。頭の毛を切らない、サムソンはやがてこんなになってたでしょうね。何十年も切らなかったんですから、多分下までつくぐらいになってたかもしれません。髪の毛で旗織りでですね、編むことができるぐらいですから、本当に2メーターか3メーターなってたのかわからないですけれども、本当に長くなってたと思います。髪の毛を切らない、何を意味するんだろうか。これもコリントの手紙の中にこの一つ書いてあります。女性は髪の毛をあまり短くしてはならない、なぜならば髪の毛っていうのは権威を表すものだってこう書いてますね。そして大祭司の姿を見るときに、大祭司はここにターバンをかぶっているんです。それはイエス・キリストのことです。イエス・キリストがターバンをかぶっているんです。何のためか。この帽子、これは権威のもとにあるっていうことを表しました。そのように髪の毛、これは権威を表したんですね。そうすると神様の権威のもとにあるものであるっていうことを表しているっていうことです。要するに神様のこのしもべであるっていうこと、私の主人はイエス・キリストであるっていうこと、これを表すことが、これが髪の毛を切らないってことであり、女性にとっては自分の上に主人がいるってことを表し、男性はですね、イエス・キリストを自分の頭としていく。イエス・キリストは父なる神様を頭とするってこと。すなわち、献身そのものを表しました。皆さんは髪の毛伸びているでしょうか。誰から見ても、お、あの人ナチュル人だな。でですね、見えるようなものを持って生活をしているでしょうか。要するに自分がしもべだっていうことが誰にでも見える形で生きているでしょうか。これはやはり重要なことだと思いますね。言葉にしてもいろんなことにしても、そのことは誰から見ても、あの人はイエス・キリストを信じている人なんだな、献身した人なんだな、神様を主として生きている人だなっていうことが分かるような、そういった私たちの行動、言葉、あるいは身なりっていうもの、それはやはり重要だと思いますね。このようにしてこのマノア夫妻に、ナチュル人として生きていきなさい、なぜならばあなたには素晴らしい恵みが与えられている、男の子があなたの内側に宿っている、それを守っていくためなんだと言いました。この両親は本当に真面目でありました。これをこの一つたがわず守っていたに違いありません。そしてこの神様を彼らはこの御谷も死なないでいる、これはなぜなのか、神様たちにご期待しているからだという、そういったこともよくよく分かってきました。そのようにしてこの子は生まれます。24節に、この女は男の子を産み、その名をサムソンと名付けた。子は成長し、主はその子を祝福された。主の霊が彼を奮い立たせ始めたのは、という書いてます。男の子が生まれた、そして主の霊が彼を奮い立たせた。果たしてこれ何年期間あったんでしょうか。あるいは今度はサムソンが14章に入ると、本当になんていうことだっていうことが次から次へと書いてます。まずサムソンはですね、女性を愛するんですね。しかも異邦人の女性ですね。これを愛する。両親の言うことは全く聞かないですね。
酒飲んだって言葉は書いてないんですけど、多分こんな人ですから酒がぶん飲みしてたに違いないと確信できますね。汚れたものをどのぐらい食べてるかわからないっていう、そういった生活をしているサムソンの姿がこの後ずーっとこう書かれてあります。本当に思うんですね。どうしてこんなに素晴らしい両親から、どうしてこんなに愚かな子供が生まれてくるのかと思うぐらい、これはあまりにも差がありすぎるんですね。ここどのように考えていこうか、今回のメッセージで一番悩んだのはここでですね。本当にまだまだこの結論が出ないんですけど、これ難しいですね。しかし最終的にはやっぱり信仰、神に従うっていうのはどんな両親であろうとも本人自身の問題に帰するっていう以外にはなくなってしまうのですね。そしてまた私たちがそこで間違った判断をしたとしても、しかしサムソンの素晴らしいことはやっぱり両親の素晴らしい両親に育てられた命はなくならなかったんです。その命は何かっていうと、髪の毛に表しておりました。彼はイエスを主としていながらデタラメなことをする、デタラメなことの方の肉のがぐーっと彼の信仰を小さく小さくまでしてしまう。しかし彼がいざとなって窮地に陥ると信仰が出てくるんです。要するに彼自身は本当にいろんなことに負けてますけれども、両親から引き継いだものの命はその信仰でした。だからといって立派な信仰ではありませんでした。腐ったような信仰でした。にもかかわらず神様はそのわずかの信仰のところに働くことができるんです。最後にサムソンはですね、捕らえられて髪の毛も切られましたね。しかしやがて髪の毛が伸びてきたっていうことは、それは何を表したでしょうか。彼が本当に悔い改めてきたということを表したんです。彼がやがて彼の髪の毛が伸びてきた時に、彼にものすごい力が与えられました。そして今度は自分を生かすことを完全に否定しました。自分自身を完全に死に追いやって人々を救う神の栄光を表すという器にやがて変えられていくんです。しかしそれはまたまだまだ後のことであります。両親は自分を性別しました。神様の恵みを守るためです。そして今度私たちは今サムソンと同じだと思います。なぜならば神様の命を与えられているからです。神様の子供となっているからです。そして今私たちが聖なる生活、これは本当に心を上げていくときに、私たちのその神様を与えていくの恵みは本当に守られているんです。もし私がこのもし姦淫という罪を犯したとしましょう。そうしたらどうなるでしょうか。それは本当にこういう酒を飲みですね、汚れたものをガブガブと飲み、そして髪の毛を切ったと同じ状況になってしまいますね。私自身は全く無力になっててしまうに違いません。あれ今まで積み上げてきたもの、あれだって嘘だったよねって全部ダメなるでしょうね。そのようにして本当に清さを保つっていうことは恵みを守るために必要なのです。これから恵みを得るとかなんかじゃないんです。恵みはあなたに対して十分であると書かれてあります。本当そうです。私自身も思ってももうこれで十分なんですね。皆さんにとっても十分なんです。皆さんに必要な分の恵みは十分なんです。なぜならば恵みの源となるイエス・キリストが内側にいるからです。それそのイエス・キリストが働けるか働けないかこそ私たちの信仰のこの要点なのです。イエス様に働いていただくか働いていただかないかっていうことの問題なのです。学歴も能力も健康もなお超えてそのことこそポイントなのです。ハレルヤ。不思議な方、皆さんも神様を不思議に感じている違いありません。
これからますます神様不思議なことをお越しくださるに違いないと確信いたしましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。サムソン、不思議な出生でした。そしてまた不思議な人生を歩んできました。でも私たちの姿であります。神様、私たちに対してあなたの恵みは十分です。どうか私たちがこのナチュル人として聖なる生活を行うこと、またそれを続けることができますように助けてください。そしてあなたからいただいた恵みを守ると同時に、さらにさらにその恵みによって生きるものと、そして神様の栄光を表すものとなさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。